はい、どうも、星野からです。今回ですけども、ちょっとレッドジェンの極玉を集めるツアーをね、開催しようと思います。だからこれ、超青鬼、プリズムブレイカー、イカカムネの順番にクリアしていきます。やったね。まだ超青鬼か行くか、じゃあ。欲しかったな、青鬼とか。大事だからな、これ。さあ。ドーン。プリズムブレイカーも欲しいかな、地味に。あれ、いるな。あれ、強いやろ。あれ、強いよ。あれしかも、オークワノカミのコーンいるからな、最終形態。レベルなもいったら光るわ、私。80なもじゃない。俺と名人が今99やもん。うん。コーンいる500突破しようかな、俺のやつ。バケモン。じゃ、もうちょっと足引っ張れるんですよ、ね、99レベル勝たないんだからさ。一番そうダメージを与えた僕ですよ、今でも。関係ないぞ。プレイングアーマンさん、レベル50くらいだぞ、まだ。いや、50は超えとって。ほんまに。50ラインどうかわからんけどな。ダメージ量はまあ正直そんな時間はな、キャラによって違うしな。ヒーラーでダメージ量を求めるの無理やな。結局しないの最強じゃん。ヒーラーも含めそうやけど、ほんまにしながら勝てるわけやから。いつかあー俺持ってくの忘れたし、全部まあええわ。あー俺持ってない。俺も超やったよ。俺うんええやろ。これを言ったらミャンマー城のこれやばいわな。全員系のほんまやばいわこれ。これってあれだ、コンやったっけ。コンとこのもうこいつのスキルやな。ウィスベイ、そうそうそう、ベアン全員のクリティカルが出しやすくなって全員の要求で溜まりやすくなるという。これ超やんな。すんばらしい。僕やったっけ。いや超やで。オッケー。超や手に入らんからな、確か。ここはまだ楽やな。うん。超なんか余裕っすね。うん、あのむしろ余裕になってきたら僕行きたくなってくるのに超行かなあかんとかになるんじゃない。攻撃効かへんもんな。もう27で行かへん、この攻撃。はいはいはい。もう殺しいんじゃない。ミスラッキー。弱いな、これ。たまにご了承できるやん、ほんまに。無視。ひらみひらみゴー。こっちまずいからな。でもまずいな、非常にまずいな。フル全開、まあ大丈夫です。死なへん、多分。お寺まで行くな、こいつ。よっしゃー、一応もらった方が危ない。危ない。バックワンツは敵。バックワンツ意味ないよ、こいつ。いやいや、バックワンツ止めてへんやろ、敵。全然もらえへんな。やばいな、このまずさ。754。ほほほほほ、よっしゃー。いやー、これは速攻終わらしたんや。こういきますか。サバーン。今回に僕だも出てたら何本ぐらいかかるか。あほー、言うたな。よいしょー、先行ドラゴンラッシュ、いったろかい。ナイス。はい、食らいません。どうすんなよ、おいちゃん。つけろシャボン、よしすぎ。シャボンダメやろ、お前。もうこいつ基本的に移動したらシャボンダメやもんな。オードエンズもう真ん中と引かへんってやばい。何の意味があんねん、これ。ほんまに聞いてもらえないか、ほんま。よいしょー。でもダメージ力のしよしな、一応な。最後にな、トータルダメージ量とかな、のしよしな。そしたらマイスターのやつどれが食らしたのか分かるやん。ほんまにそんなめちゃくちゃしようかっていうの見てみたいやん。ほんまに案外死んでほしいが多くて、そんなようなトータルみたいな普通なのみたいな、分からへんけど。最後のこの最後に最後に結局あれ食らうんかいや。どういうことやねん、マジで。でも死んだら結局そのタイミング治療、ほんまもう今全く稼げてへんからな。俺が身柄さなあかんじゃん。きついよ、クソ。この足元に死ぬな、ほんま。やるじゃないか。よいしょ、ここか。おらららららら、先行ドラゴンラッシュ。でも光るうちマジ強いわ、これ。もうずっと攻撃しとけるもんな、こいつ。で、ニャンマジの方が悪いけど、溜まるのめっちゃ早いもんな、ほんまに。スクラップ、オッケー。やばいよな、これほんまに、溜まるスピードが。はい、これめっちゃよくないよ、ニャンマジってやっぱこれ。ニャンマジはやばいな。うん、こいつ強すぎるやろ。しか持ってんのよ。いや、見たことないな、これ、この攻撃のやつ。強すぎやろ。あ、そう。リサが強いやつにとってはほんまにありがたいからな。でも全員っていうのがやばない、こいつ。自分だけとかでもまだ分からんでもないやん。トゲかよ、また。
全員ってのもやばいやったほんまに。ツナは欲しいんやったよ俺。オッケー。めぐいはニャンマジョ。ツナツナ。で、クリティカルズアップもやっぱ地味にええんやろな。レベルまで1やからな、あのコン。嘘。ほんまレベル10まで上げたら多分だいぶ変わるやろ、あれ。結構出ますね。うん。上げてくれ、早さっさと。上げたとか、なんやな、妖怪がおらんねんって。妖怪がおらんねん、致命傷だ。妖怪ほんま仲間ならんねんって、これマジで。いや、ここまずい。まずいな、ここ鬼玉。ツナ来い。ツナほんま持ってんやん。あ、ツナちょうだいな、これ。もういいで。まあ俺もちょっとこれトゲトゲとしていくか、どんどん。俺ツナがいるね。俺は青鬼のもう一段階上の武器作ろうと思ったからな。一応俺2段階目すら入ってんかな、青鬼。まあ一応アタッカーとしてやっぱ全ての武器揃えたいっていうの願望あるやんな。もちろんな、俺も全種類ここだわ。4つ手にやるとやばいよな、これ。うん、やばいな。なんかランダムだからこれで、この数は5とか4とか3とか。時間とかに言われへんわけやろ、これ。どうなん、時間なんかな、やっぱ分からん。でも1個しか入らへんと1個しか入らんもんな。1個しか入らないやつがマジややこしい。次誰？プリズン。おぉ、プリズン久しぶりやな、プリズンってやるの。プリズン行きまーす。とりあえずあれ持ってどう、身代わりのやつ。俺よいしょ、俺もちょっと持っとくか、なんか死ぬんだけど、よいしょ、時間がロスするから。電波だけ持ってどうかな、俺じゃ。電人か、電人トラップ、電人か。まあ使わんけやな、俺この間の攻撃だったら沈まんからな、俺ほんまに。電人先生、うん、キャラは守備高い、マジで。強いな。うん、守備高いわ。だこの守備を力に変えるという黒鬼のボスコンが欲しいっていう。かなり取れるな。いやな、多分やろうな。オート回復やっぱ強いな、これほんまに。無難に取り付きの重ねかけとかしたいな。チェックしようーで。結構暗いんだよ、うるさい。何これ、何これ、いいんだよ。危ない危ない、危ない。あいしょ、やるやない、こいつ。こいつ勝てな、ほんま。はい、よいしょ、よいしょ。エラバン回転蹴りすごいな、俺。どうしよう、何聞いた。痛い、終わり、おくれ。よっしゃ、終わり、行こう。逃げ足だけ早い、こいつ。おい、お前ふざけんな。俺オーチ、確かに俺めっちゃ強いからあいつ超えるやつおらへんのか思ったけど、まあ、こういったとまで言わないかもしれんけど、ほんま互角ぐらいの俺の中では強さしとんの、ヒカルオロチ。いや優秀やな。でも生きるという点においてはオロチは圧倒的上回っとるからな、生存率。うん、火力はどうなんか知らんけど、まだ 今現状では。いや結局死なへんってことは攻撃できるってことやからな。つまみグイノスケ、ふざけんなよ、ほんま。仲間入ってへんのかな、俺。クマミ、グイノスケだけは。強いわ、これ、普通に。攻撃力も高いからな、無難に。おー、何より、かっこいい。うん、かっこいい。金髪ってやっぱええな。かっこいいな。金髪でよかったら、おらへんからな、あんまり。どれはまだ。ゴーマザー、俺、ゴーマザー。コンビだ。ええ顔したんだ、こいつ。ええ顔してるで、飛ばしたくないわ。イケメンやな、もう、こいつ。よいしょ、動くかな、結構。こうやつこそこれやで。まあさ、ほら、止めたぞ。あざ。サム切るぞ。やったよいしょー。オッケー。ゴレイ。ヘルチめっちゃ下手なこいつ。え？あいつ。これガン取る簡単やからこいつ。ちょ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 待ち。何しとんねんこいつ。めっちゃしばかれる。サムよサム。サーモン倒そう。どこ行ったサーモン見たの。サーモン来てしまう。オッケー。あ、ほらほら、今だってば。すぐ溜まるな、容器。やば、もう一度溜まったしよ。嘘、早っ、早いな、こいつほんまに。おらら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 。よいしょ、サーモン。いってもだよ。見えへんから。あー、来へんかった。残念。やばくないっすよ。サムどこ、サムどこなんや。倒した倒した、オッケー、行こう。終わったな、こいつ。もうもっと溜まりかけやもんな。早っ、めっちゃ早いな。さいなら。やば、オッケー。これニャンマジ強えな。ニャンマジやばいな、こいつ。普通プレイヤーでもニャンマジ使ってほしいぐらいやもんな。高級プリズンクロスや、丈夫な伏せられた。
いるやろ、どっちにしろ。どっちもいるやろ、多分。あとは極級のやつが何回いるやろ。ラストが。ニャンマジマジ優秀やな、こいつ。しかもこれ、超取り付きの術で、毒取り付きで。やばいな。何回固定ダメージ与えながら行ってくれるっていう。優秀やな、こいつ。こいつでも結構パターン読みにくいよな、あれやな。もう攻撃するな。こいつ、極とかって強いやろな、多分。行ったことない。なんで、こいつめんどくさい行こうと思った。同じタイプのやつやもん。ああ、そうか。3つクリアしたら感じだからな。3つ系ほんまめんどいやな。うお大当たり欲しいな、これ。持っとったね。あ、プレゼンクラス持ってないんか、俺。やっぱ丈夫やな、俺。うん、俺はこれいらんわ、でも。なんでやねん、ほんま。来るなよ、ほんま。いや、うちはまあ、超早いから。なんでやねん、ほんまに。ほんまに。いや、俺欲しかったから、ほんまに。ちょっとだけ超欲しいな、思って。あえあ、くそじゃあ譲るか、誰が。ええわ。まあ、いいですよ。でも、2段階目に行ったわな、でも。そうです。まあ、行っていいか、2段階目したら。じゃあ。おだっす。パパ。次誰だ、これ自分は行きたいところなんやけど、あれや、イカカモニやろ。カモニ。このめんどくさい、この組み合わせしとやろ、ほんまに。それが全然意味わからんわ。じゃあ、明治張ってか。はい。フリーズのやつ無理だからな。しゃこれでいくままでいったら J の極玉がゲットできますね。か押していこう。ちょっと待てよ。結構だから極玉1個ゲットするのに時間かかる。まあ言っても20分ぐらいか、1個ゲットするに。これで何個入るかやろ。これで1個とかやったらマジ寒いんやな。あいつ4個ぐらい、4個ぐらい欲しいや。ほんま頼むわ。こんなん言って1個やったら、ね、寒すぎるやろ、ほんまに。サムソンゲーやろ、ほんまこれ。サムソンリーやから。なんでサムソンゲーにはなるんや。ならんか。ならへんやろ、サムソンゲーには。まず4つぐらいくれよ。頼ますよ。頼ます。頼ますよ。お願いします。頼ますで、ほんま。いやー、イガカモネか。イガカモネはちょっと強かったっけ。もうあんま戦ったことないから分からへんな、覚えてないな。前はなんか、なんか前結構手こずったイメージあるけど、したような。攻撃力高いやろ、こいつ結構。うっとうしかったよ、こいつは。どれが結構ややこいってたら。マップガードやりにくいな、この辺。こいつの攻撃パターン。一段当てもだ。これ何なの？バックだよ。あ、これか。どうやって受けんの？戻るね、後ろに。戻るね。なんかこれずっと一緒の場所じゃないですか、この視点が。それが嫌なんで。よいしょー。あ、こいつ攻撃個場所動かんの、こいつが。ここからまだまだまだ来た。弱っ。あ、こいつ動かへんねや、ここから。こういうの会社が動かないですよ。もうちょっとここって一生追いくらいねや。くらってもないよ。かかってもない。お客様だ。うわぁ、あぁ、あ、あれじゃ避けとったらずっとあれなんか敵何もしてこんねや。オッケー、危ない危ない危ない。よし、こんなの来い。いいね。よいしょ。やばい。見えないぜ。まずまず。なんも見えないぜ。見えへんかな、きついの、これ。距離マックス砲。おい！ちょ。おいおい、マジかよ。何やねん、あれ。ミカ様だった。まさか。まだか。うわぁ、あ、ミスった。うわぁ、どういうことか。一回当たったんだ。やるねぇ。ポジション的にはあれ、イカ様だ。俺か来いや。同じ投資してくれ、ダメモン。うわぁ、キュービーに当たった。オッケーオッケー、こっからまだ何なくね。おかしたまれ、届け。うん、俺が気をつけろ。読みがつるわ。こいつ嫌いやわ、俺。オッケー、こいつ動いてくれ、次から。うん、いや、動いた方がやりやすいわ、俺。ドリルが後ろ取れるのがでかい。ドリル結構強いやろ、あれ。あれ、ジーダム消えた。マジで行かれて、暴走ドリル来た。で。あ、これ注目できるね、それが。ほんま来ちゃうやな、こいつ。赤入ってもだ。え、どこや、俺。うわ、もうなんなん、これ。隅に追いやられたし。来た。オッケーです。トリプルゲストドリル。オッケー。
あかんあかん。もうあかんね。行った。いかんいかんいかん。届かんなこいつ。いかんぞいかんぞいかんぞ。こっち逃げとこ。ほいほいほい。こっち向かな。ラオン。交換。よいしょ。交換がそれ。え？びっくりした。お前の方向転換の急さやばい。小回り効きますね、あなた。よいしょ。こいつ、なんか、やりづらい敵やな。よいしょ。どうですか、当てられへんの、誰。いた。まあ、逃げれば全然攻撃食らんか大丈夫や、全然俺は。いやですね、今日。俺だ暴走や。よいしょ。アタックチャンス。アタックチャンス。アタックチャンス。誰ちょっと何これ転職こっからが結構あああれあの氷攻撃して使ってるやつあああれかあミスたまたかいよっしゃよっしゃ回復しよう HP HP 高く維持するのが大事だからなオッケー来いやオッケーこいつもう何もしようやん危ない危ない、はい。報道機関車、報道機関車、あ、いた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 。よいしょ。なんか入ってないやん、俺、出し攻撃。そこはまあ。オッケー。おはようございます。オッケー、オッケー、オッケー。もうそうか、あらそうです。よいしょー。終わったー。何？え？あだ。オッケー、オッケー、オッケー。最後なんか。なんやねんこれ最後。すごいな。あ素材や。いいね。レッドジェイ的な。しゃ。上下ぞ。こいつの武器とどんなんなの？確かに見たことないな。あんま分からんな。持ってんやんこいつたち。いやーでも安定するわオロチ。一回に回復してもらわへんかったとしてもあれやもんな。関係ないってでかいわ。やばいね。それも一角で言ったらもうあれやもんな最後らへん回復するとシューボレルってのもでかいしな氷の技使ってもんくなかった今回使ってもんかったなもうだから前さんの担当やな一角名人の担当も前さんっていうかかりつけの担当治療担当で専属で専属の医師俺も医師つけんでもいいことなかった俺も一人で、うん、全部こなせ、うん、一人で大丈夫だから逃げ取ったらいけるんやからお前これおっあ、欲しいゼロ、ゼロしかない俺今度どっちでもやらせてみな俺も不思議欲しいな絶対手に入れるって言うもん不思議の宝玉持ってへんもんほんま外れじゃないよ全然外れじゃないこれは小当たりぐらいやこれは、うん、この宝玉ゲットできるダンジョン欲しいな、なんか宝玉ダンジョンみたいなあ欲しいわ S ランク良かったら出てこへんみたいな仲間入らんけどアイテムばっか落ちるみたいな奪わねえこれあ、そう奪わねえか2個やおお。でもマイスターとか意味ないもんなこれこれその辺がちょっとややこしいわな1個おいこれイカイカオンにもゲットできるやんおう10分以内やるねいやーレッドジョイの極玉ツアーツアー結構大変やわこれ大変やんこれ、うん、結構だ時間的には20分ぐらい、まあ、20分ぐらいかな20分に行こうかチャンス2回か少ねえなだってこれ白選ばれへんもんな出てへんから あ、ね、あ俺選ばれへんもんなだから俺しか意味ないって言ったからで2ゴレットしか意味がないってほ意味ないやろそうやで売れるけどなえ、使われへんの俺やって使われへんすよ使われないっすね売れいうことやろどういうことやねんそれマジで売れっていうことやろだからもうあ、俺らやんレッドジェイが出てくるゾーンすらないんやそうやでだからそこだけ巻いてとくのほうに出てきてたもん俺の場合はやばくないかそれうんだからややこしいなこれだからまあでも巻いてとくの場合は4つになるやん2つ2つゲットしたらああそうかレッドジェイだから結構行くの大変やなこれだからだからもうこいつはもうチャレンジモードあるからチャレンジでだからいっぱい集めたらいいんじゃないかと思うけどなそうやな次回から5区倒したら突破したらはい、というわけでね、次、レッドジェイの5区、行ってみたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日